ほんとなんかでも結構なんか綺麗ですね、全部状態が。そうだね、やっぱり見える20万人達成ということです。あー、ほんとだ、20、あ、すごい、うん、で、鳥取県、あ、見たことあるっすこれ。あ、修学旅行って書いてある。あー、あるんや。あるっす、あるっす、なんか普通の公園にポンって、古っ。この建物自体すごい、結構古い、年季を感じますよね。これ古いわ、これ絶対。本当だ、レンガとかね。ラッスル社の。スーパー。大きいから入らない。これ山陰とか鳥取とかね、雪降るから。全然すごい楽しめますね、本当ね。いや、本当なんかさっきも思ったんですけど、ちっちゃい子とかと来たら、多分知ってる人あんまりいないよね、絶対。岡山にこういう場所があるっていうの。知らないですかね。多分ね、津山って言ったらやっぱりそのホルモンうどんと津山城。津山って言ったら、あの、嫁寝かせかなって。ああ、なんか、ね、干し肉とか、なんかそういう。ね、そういうね、うん、肉とかも、ね、うん。はい。で、これですね、今日。来てます。もう、一応お会計したんですけど。なんとね、このとこ、2019年3月3日に、見える ?20 万人達成ということです。ああ、ほんとだ、20、あ、すごい、うん。すごいですね、ほんとに。20万人ってすごいですね、うん。だって、岡山の人口が、だって、ちょっと下に調べておきます。はい。ね。ね。うん。はい。何なんで。こういう構造になってるんですね。うん。この鉄道館は我が国に現存する線形機関車の中で2番目の規模を誇る。ああ。一番目はどこなんだろうね。ね、気になる。京都かな、京都にある。でも、こういうのって、僕、ちっちゃい頃見たことあるんですけど、機関車トーマスみたいな。ああ。なんか、ここでなんか、こういうね、こういうのが来る。あ、回転式の。回転で、ここの機関車がこう、クイッて回転して、こう、線路に出るみたいなね。そういうの機関車トーマスで、ね、見たことあるね。ね、ちょっと行ってみようかな。行ってみますよ。うん。すごいね、これ。だからもうすぐそこにも津山線のね、あ、本当だ。車庫っていうか、あの、もういつでも出れるような感じになってるから。あの説明先は、あ、山陰地区で使用されてる。ではレオの鳥取県、あ、見たことあるっすこれ。そういえばこれも見たことあるっす。多分早いと思うけど、これも見たことあるんですよ。でも山陰じゃない、これも山陰通って、うん、浜風。 あ、じゃあ合ってるっす、合ってるっすね。見た、これとこれ見たことあるっすよ。うん、あ、修学旅行って書いてある。これ結構有名だよね。これすごい。このカラー見たことある、ね。京都とか、はいはい、あの辺でも見たことあるし。海沿いっすよね、日本海側の、ね。うん。なんか、あんま僕もなんかそのね、鉄道ファンとかじゃないんですけど、やっぱその、実際に見てみるとやっぱ興奮しますね。ね、本当に。この機械的というか、まあ、ね、クイックがなんかね。なかなか触れることもできないよ。そうですね。でかいよな、これ。これ、ね、この前に、あーって来たら、これはやばいよ。うわーっ怖い、もう。下とかもこれ、点検するためのあの、近代化産業遺産。あ、もうこれが結構有名というか、世界遺産、あ、産業遺産。だからあれだね、国鉄の時代から JR になる移り変わりだろうね。だから、これのおかげで発展したみたいな。そうね。あ、でもこの後ろが、D51 もベタな SL 界の王様。来ました。D51。来ました。なんか鳥取県になんかこういうのあるんですよ。なんかあるんや。あるっす、あるっす。なんか普通の公園にポンってあるん。あるよね。記者公園とかにもあるよね。ありますありますよ。渋いな、やっぱり。うん。これ結構なんか レアみたい。うわー、すごいな。こんな見たことない。これ結構レアらしいよ。1958年とか多分戦争終わってから、ね、戦争終わって13年後ぐらい、ね、ああ、そうかそうか。 DF50、 外国のあれでスイスのやっぱ違うもんね、ほらこれ確かにスイスのあれ走ってそうなアルプスので、ね、なんかね、確かにちょっと崖とかはね、こうわーっと、そう動いてる。へー、本当だ。まあ結構新しいですね、1977年なんで、うん、30年前ですね。うん。こっちもね。これはあんまり見んな。見ないですね、これは。ちょっと。作業用かな、うん、重要機械って書いてある。引っ張るんかな、なんかね。工場の。機械をなんか運ぶみたいな感じのやつなの。
ほんとなんかでも結構なんか綺麗ですね、全部状態が。そうだね、やっぱり時代は長いけど、こうやってね、なんかこのこれを使って、だからいつでも出れるような状態にはするってこと。そうですね、うん、こうこれグイーってこうやってね、カチャンってやって、こう前に出て、あそこに乗っけて動かすっていうね。うん、そう、古っ、この建物自体すごい、結構古い、年季を感じますよね。うん、でこれ多分枕木ですよね、これ多分ね、枕みたいな下に引く、そうか、椅子じゃないのこれ。椅子なんですかね。椅子じゃない、枕木にしてちょっと大きいよね。大きいですね、確かにさっき、あ、向こうにあって椅子でしたけど、まあ、あ、でもこれ古いわ、これ絶対。本当だ、レンガとかね、もうこの泊まれっていうのも時代を感じるね。裏も、裏からも見れるという。あ、なんかこれあれってね、なんかさっきのね、ラッセル社の後ろか。あ、大きいから入れなかったんですかね、もしかして。だからやっぱ山陰とか鳥取とかね、雪降るから雪のところは出撃するんだろうね。なるほど、でも全然すごい楽しめますね、ほんとね、うん、いや、ほんとなんかさっきも思ったんですけど、ちっちゃい子とかと来たら多分子供とかって多分僕もトーマスとか好きだったんですけど、絶対なんかほんとなんかね、うわーとか言ってね、ほんとになんかあの子供のなんか目がなんか結構どっか行くと離れちゃったりとかするかもしれないんですけど、結構なんかね、今日は落ち着いてるんで、うん、まあいつもの方だとわかんないですけど、誰もいないですもんね。まあでもそんだけ田舎だからね。あ、ちょっと行ってみようか、ここ。なんか、ここ、乗務員がゆっくりする、ここみたいな。これ、昔の信号で。あ、本当じゃ。こんな感じが、なんか、今はなんか黒と黄色じゃないですか。うん。白と黒が。これでね、なんかちょっと変更したりとか、向きとかで。なんか、枕木式信号。枕木式。はい、お疲れ様です。どうでした今日は。まあ、今日はね、初めて来たんですけど、なんか僕もなんかそのこういう円形の場所っていうのはなんかそのどっかで見たことあったんですよ。なんかまさかね、本当に津山にあるとは思わなくて。そうだね、なんか京都にもこういう鉄道博物館あって、あ、でこういう感じになってて本当に、はいはいはい、でも SL の数が京都の方がすごい多くて、へー、まあ岡山も津山でもこういうのあるのはちょっとびっくりしたね。あ、僕ですか。まあ、まあ、このここはね、入るのがまあ240円かかるんですけど、まあ、240円だったら全然ね、本当に得だなと思うんですよ、ね、そう、時期によってちょっと値段も変わってくるみたいですね。そうですね、まあ今日は250円で、そしたら電車が来ましたね。もうすごい臨場感があふれるというか、もうね、ここもすぐ車庫なんで、もうね、ちょっと行った駅ですもん、ね、うん、だから休憩するというか、終わった電車こっち戻ってくるし、うん、なんかちょっと乗りたかったですけど、乗れる時があって、やっぱ休日とかはこれ乗れたりするらしい。いいな、中入ったりとか。でもまあちょっと今日は、ね、平日なんで誰もいない、ちょっと貸し切りみたいな感じでやらせてもらった。というわけで、また興味あれば、休館日が月曜日だったかな、はいはいはい、なんでちょっとね、またURL 載しておきますんで、このぜひまた来ちゃってください。津山駅から近いんで。そうですね、だから津山駅から降りたらすぐ徒歩ちょっとぐらいで5分かかるかなっていうぐらいなんで、ね、車で行く場合も駐車場が行く分かあるんで、無料駐車場がね、ぜひ行ってみてください。それではまた、ちょっとよろしくお願いします。また、はい。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録も
よろしく。